皆さんは暗闇の中に何時間耐えられることができますか？ある調査によれば、人間は孤独な暗闇の中だと3日で死に至ってしまうのだとか。以前の動画ディープタイムでは、集団で洞窟の中で生活できるということが証明されました。今回はたった一人で暗闇で生活することができるのか検証した男の話です。アイザイマイレンです。ナオミです。ペペです。よろしくお願いします。暗闇生活、暗闇生活です。無事ね、何日間やったっけ？あー、今回ですか？聞いてた。30日間生活すると。30日間生活です。どういう経緯で、まあ、これ行われることになったのか、はいはいはい、ちょっとお話し早速していきたいと思います。あ、ダメよ。ダメダメダメです。完全な暗闇の中で孤独であると3日間で人間は死に至るという説があります。そこで興味深い引きこもりゲームというものが行われました。2018年の11月21日ラスベガス。話の発端はオーストラリア人のポーカープレイヤーローリー・ヤングとリッチ・アラティとの間の何気ない会話でした。2人は狭く暗い部屋の中で誰とも接触せずにたった一人でどれくらいの間過ごすことができるのかというテーマで議論していました。リッチ・アラティは30日間と答えましたが、ヤングはそれは絶対にありえないと断定。そこから話は男同士の賭けへと発展します。ヤングとリッチはお互いの主張を曲げることはなく、ベッド額はどんどんと上がっていき、この孤独な引きこもりゲームにお互い10万ドル、つまりおよそ1100万円というあまりにも馬鹿げた桁をかけることになってしまったのです。こんな感じで始まるんですけども、なるほど。どっち勝つと思います？うわ、単純にごめん、無理だと思うわ。これは30でしょ。30は無理だよね。ちょっとも光れない。ちょっとも光れないです。もう音とかも全部遮断されてるんで。マジか。なんかよくそういうのやるとおかしくなるみたいな言うよね。言いますよね。確かに。それを死にはしないと思うけど、なんかメンタル的に無理そう。しかも一人っていうのがね。そう、話し相手がいればまあわかんない、うん、どうにかなるかもしれないけど、無理に一票。無理、俺も無理だわ、ごめん。二人とも無理、うん、じゃあどうなったのか早速見ていきたいと思います。これだけの高額を現金でかけるため、あらかじめゲームの条件が厳格に設定されました。11ページにわたる契約書が作成され、3人の裁判官による陪審団がアラティが全ての合意されたガイドラインに従っているかをチェックしていました。アラティに場所は明かされず、30日間引きこもる現場がセットされました。そこにはベッドと冷蔵庫が設置され、洗面道具も完備。何でもリクエストできるのですが、誰とも接触することは許されず、光を発するのも禁止。さらに定期的に尿検査をして、暗闇での引きこもりを楽にするための薬剤などを摂取していないことを証明しなくてはいけないという超厳格なチェック体制が敷かれました。24時間リックの様子をモニターして、彼がズルをしていないか確認するだけではなく、心配している彼の家族が見守ることができるように24時間のライブ配信を設定しました。でもこれ思ったよりなんかすっげえルールちゃんと決まってね。額が額なんで1000万円、ちゃんとやりましょうよっていうことで、まあこんな感じでちゃんと契約結んで、そうそうそう、医師の診断のもとにもとか、マジでずっと感じて、まあ、それだけなんか危険というかさ。あ、そうだよね。だって家族も見守ってる状態で、 それぐらいなんかあるんじゃないかっていうのはちょっと感づきながらもや、感覚は一緒なんだよ今の俺だと。やべえけど、まあ面白そうだし、そうそうそう、お金はただただあるだけ、あるだけ。でもめっちゃ楽しみ。そう、実験になってるのか、ちょっともうちょっと詳しく見ていきたいと思います。こうしてゲームという名の実験はスタートしました。初めは暗闇で時間もわからない状態での生活は非常に苦しいものになると思われたのですが、一向にギブアップの声が聞こえてきませんでした。1週間、2週間と経過していき、なんと20日目、焦ったヤングは自分の目で確認しようとリッチに食事を届けたのですが、彼は相変わらず元気でした。このままではやばいと思ったヤングは損失を抑えようとリックと交渉に、いろいろと両者で話し合った結果、最終的にヤングはリッチに42,000ドル、およそ460万円を支払うことに。ヤングにとって損失額は減ったとはいえ、痛い負けとなりました。ヤングによれば、最後に食事を届けた時、リッチは前よりも元気になったように見えたそうで、意外と人間は暗闇の中での生活に適用できるのかもしれません。できるんだ。できる。あ、やっべ、リッチちょっと元気になってきてるから、もうね、もう負けよ。そう、このままだと 100%1000 万いくなと思って、いくなって言われて、もうすげえな、ごめんっつって、ピンピンしてたのね。ピンピンしてたそうです。じゃあいけるんやね。全然いけるらしいですっていう話、意外とできるっていう結末でした。はい、ということで今回一句連鎖お願いします。お願いします。いきます。はい、お願いします。ギャンブルであと1000円は8000円。おー、